おはせよ、あっちゃんです。今日もね、寝る前カルッと雑談しましょう。今ね、動画いろいろ作っとってね、終わったらね、11月5日の3時16分です。ちょっとね、ニコニコにあげた完了しましたよ、ね、起きてるけど、今日はね、いろいろと撮ってた質問の答えとか、ニコ動の動画をね、何本か撮ってた。結構いろいろ撮れたよ。今日本予約アップしたからもう1本今編集中やねんけど、3本撮れた。でメインの方もね、作ったりしていただきます。一日の最後はね、解毒しましょう。もうね、こんなん言うと怒られるかもわからんけどね、安いお酒、まあ、日本酒好み、安んな高いもんじゃないけどね、わっけわからんもんが入ったお酒なんか飲んじゃダメです。危ない。飲むなとは言わん。自己責任で飲むにはあっちゃんも何も文句は言わん。でもあっちゃんは飲まない。特にストロングなやつとかね、もう言うてもてるけどね、とか裏見て何入ってるか。これはお米だけ、純米酒でね、でっかいか飲まんでんねん。もうおちょこにいっぱいでええねん。酔うたびに飲んでんちゃうねん。これ寝るために飲んでるんちゃうねん。体をね、一日いろんなものをね、まあ今日外へ見たら一回も出てへんか。じゃあ今日外に出た。今日は車でちょっと出かけた。用事があってね。ね、ちょっと取りに行ったんやけど。それで、ちょっと待ってね。アップしとくわ。それちょっと出かけたんやけどね。まあ別に誰と関わったわけでもないんやけど、本当今日は人とは一回も関わってないな。すごい生活してるね、最近そう考えたらね。本当にね、あっちゃんね、人と会わない日って結構あるんよ。引きこもりかっていうぐらいね、外に出てない、でもね、それであっちゃんええと思うねん。ええと思うねんけどね、あんまりよろしくないねんけどね。どっちやねん。はい、まあね、あっちゃん的にはいいと思ってる、別に。まあそんな感じで、ね、ほとんど下手したらこの下にも降りひん日もあんねん。この部屋から外に出たこともない日もいっぱいあんねんけどもね。じゃあなんで解毒するのかって言ったら飲みたいからやけど。で、まあ一日ね、晩酌とかよう言うけどね、あっちゃんもこのおちょこいっぱいでと思うね。だから酒は百薬の長って言うんだけど、その反面酒は気違い水って言ったり、酒は飲んでも飲まれるなって言ったりね、乗るなら、飲むなら乗るな、乗るなら飲むなって言われてね、否定的な言葉も多いけど、プラスな言葉と酒は百薬の長って、百薬の長って何かやったらおちょこいっぱいでね、そんなもんグビグビ飲んだかてね、結局意味がない。逆に体を壊す。体を良くするために薬として飲むんやったら、薬水として飲むんやったらおちょこいっぱいでね、毎日ね、毎日とか、まあ休館日明けてもいいと思うけどね、何日かに1回でもいいけどね、もちろんね、酒飲まれへんよ、甘酒でもいいね、同じもんや、原材料ね、米と米麹と塩だけやから、それと一緒で、ね、やっぱりね、いいお酒をね、ちびったけ飲む。で、体をね、きれいにする、これが大事だと思うね。で、5ALA って言って、体をね、きれいにする、ものが入ってるんだけどもね、日本酒とか甘酒にはたっぷり入ってんねんけどね、 5ALA って何かって言ったら、天然のアミノ酸、ね、で
要はね、難しいこと言うとね、地球上に存在する生命の全て共通することができる、36から40億年ぐらい前から存在したアミノ酸って言われてるのよ。でこれってね、人間のすごい、なんていうのかな、基礎、人間の体を作ってるね、ミトコンドリアっていうのも聞くねんけどもね、難しいこといっぱい書いてあるわこのページ、要はその 5LA があることによってね、がんにもなりにくいし、風邪も引きにくい、免疫力が高まるって言われてるのよ。で体の中の毒素もね、これ毒って認識して出してくれたりする、すごいいい機能があるのが 5ALA やねんけどもね、ちょっとね難しいんやな俺ね。また今度ね、夜寝る前に頭つくとあかん、寝れんくなるからね。で 5ALA のね、アミノ酸のサプリとかも売ってんだけど、サプリはダメ、お酒とか日本酒で飲むのがいっぱい。いろんなね諸説あんねん、もちろん否定的な意見もあんねんけどね。あっちゃんは何に聞くかとは言わない、あんまり言いすぎると YouTube やばいからね察してね。まあそんな感じで、またね 5LA の話ニコニコの方でするわ、言うたも大体わかるでしょということで、まあ東大とかでも研究されてる、長崎大でもね、いろんなものに効くっていうのをやってる。で、ネット情報がどこまで正しいんか間違えてんのか別としてね、いろいろ調べてみてください。あっちゃんは 5LA っていうのを取るってことがすごい大事だと思う。ただ、サプリで取れってよく書いてあるけど、あっちゃんはサプリ嫌いなんね、基本ね。こういう緊急事態やからサプリも大事だよってニコニコに書いてくれとった人もおったけどね、確かにそうかもわからない、取れんかったらサプリで取らんなんかもわからんけど、でもサプリっていうのはリスクがあるっていうことを考えると、サプリは一応薬やからね、石油製品であって添加物が入ってないと言い切れない。よく考えてね、あちゃん頭痛薬を飲むからけど、こんなもん頭痛薬白い粒やねん、これ石油とか使うか、はっきり言って石油の味します、体に良くない。ただ頭痛は辛いから頭痛を抑えるために飲むよたまに、そうやってね、薬とも仲良く接したらいいと思う。だからね、サプリが取れへんかったらね、やっぱサプリに頼ってもええっていう意見もあんねんけど、サプリは毎日飲むもんでしょ。だからあんまりね、体にどうなんだろうねってちょっと思うよ。だからできる限りね、薬っていうもの、サプリっていうものを取らないように。だから 5LA は日本酒とか甘酒で取るようにしてんだけどもね、だから子供はあかんで、未成年はあかんで、だから未成年は甘酒飲みましょう。甘酒ご飯食べた後とかにね飲んだらいいねん、1日2回とかね飲んだらいいねん。で大人でね、お酒飲める人は寝る前にね、寝酒の代わりにおちょこ一杯の日本酒でいい、他の酒飲まんでいいよ。はっきり言ってさ、みんななんでビール飲んでんの、なんでチューハイ飲んでんの、美味しいからとかよく言うけど、じゃないと思う。みんなね、この世の中ストレス社会、食ったらクレーマーとかさ、クソみたいな上司とかさ、物にならん部下とかさ、言うこと聞かへんパートナーとかさ、もう怒ったら逆ギレしよる子供とかさ、そんな世の中でね、みんな耐えてストレス溜めてんでしょ。その発散がお酒でしょ。そんな飲み方してあかん、体壊すよ。あっちゃんはストレスのない仕事を選び、ストレスのない、従順ではない、もちろん言いたいことは言うてくるけど、可愛い子供と一緒に暮らしてね、あっちゃんといつも手をつないで仲良かったパートナーに恵まれてやって生きてきたから、今はストレス全くないって言ってもええぐらいストレスない。ただまあストレスを与えようとするクソみたいなコメントだけど、所詮たかだか文字よ、そんなものは。
だからそんなやつらが何しようがさ、あっちゃんには関係ないし、別に迷惑もかかってないさ。昔はよう通報されたりとかして他からガチャガチャ言うてきたりしたけど、最近そんなの全くないしね。あんなバカはね、いずれ淘汰されていく。だから他人に迷惑かけると淘汰されていくと思うんだけどね。だからあっちゃん今どんどん動画やってるの、ちょっとやりすぎたかなっていう動画出してもね、変なとこからねクレーム入ってね。ちょっとこの前の昆虫館はね、さすがになんかクレームじゃない、昆虫館は一応その配慮してるよっていうことを言ってくださいっていうだけのこと。だからライブかなんかで昆虫館すごい配慮されてましたよって言ったから、それで OK からね。まあ、そうやって通報することによってね、迷惑かけるやつあるけど、今のところ全然そんなのもないしね。ちゃんとアポも取ってご飯も食べて、今までねアポも取ったり取らんかったりとか、あっちゃんレンタルで行く時とかね、アポ取らずに連れて行ってくれる人がおって、後になってアポ取ってなかったってなるけども、まあ、自分で行くとことかも事前アポ取ったりね、本部にアポ取ったりとかね。で今レンタルしてくれる人の方はちゃんとアポ取ってくれるしね。そうやってねアポイントメントちゃんと取ってくれて、で許可も取ってくれてるから全然問題なくやってるしね。いろんなところでね、みんな許可済みでやってるんで全然問題ないしね。何言われてもね、そんなんはだから最近全然なくなったから、まあね、アホみたいなランチも離れたんかな。でもやっぱニコニコ見とったらね、しょうもないこと書いとか、女は女やろうけどもね、もう気にもしてない。気にして見たら見たっちか、見えたら腹立つでしょ。まあ、もちろん何かあった時にはね、こんなん書いてるよって送っててくれるからね、見てもね、ああバカだぐらいしか思わへん。今までね、カチンとね、またこんなこと書きやがってって思ってた時もあったけど、なあもう思わへんからね。結局あっちゃんの活動に迷惑かからんかったらそれでいいしね。でやっぱりお世話になったお店に迷惑さえかけへんかったらそれでいいしね。だからそんな感じでやっちゃんは今やってるからね、全くストレスフリーやね。だからストレスでお酒飲むんじゃなく、体をきれいにするためにおちょこ一杯程度のお酒で十分やね。ほな明日にも残らへんしね。気持ちよく夜もね、まだふわふわもしてない状態けど、やっぱりちょっとでもアルコール入ることによって、寝始めが簡単によく寝るし、だから夜中で結構時間遅れて夜中にライとか来てやり取りもするけどもね、空いた時間しかできへんから夜にライトとかする時あるけども、携帯持ったまま寝てまうよね。それぐらい寝つきがすごくよくてね。だから今は本当にね、ストレスのない生き方してるなーって。羨ましいでしょ。これは昔から頑張ってきたからなんよ。だから今こうやってゆるっと過ごせる生活が来たんかなと思ってね。まあ、目くじら立ててもね、一生懸命頑張ってもね、それは答えとして返ってくる。だからいい生き方を半生やってきたら、残りの半生は楽しくゆるっと過ごせる。で、やっぱり半生の間に目くじら立てて他人のことに無駄に時間使ってたら、そこのロスタイムは残りの半生でしっぺ返しが来る。だからこんなこと言ったらあかんけど、50あっちゃんはもともと50歳で引退して残りの50年は遊んで暮らそうと思ってて、今ちょっと早かった40何歩から、残りの半生ね、まあ、しんどかったけどね、仕事辞めて子供との時間を大切にしてきた結果、今すごいいい暮らしができてる。いい暮らしじゃないな、楽しい暮らしができてる。もちろんいい暮らしするには多少たりともお金も欲しいし、多少たりともいろいろ時間も欲しいけど、それはちょっと今犠牲にしてるところはあるけど、でも子供と楽しくワイワイやって、あっちゃんを応援してくれるファンに囲まれて、アホみたいなこの格安おるけど、そんなものには目も向けない。そういう楽しい生き方が今できてるからね、幸せよ。だからね、世の中真面目には言っていいけど、まっとうに生きてたらね、誰に何ってされることはない。やっぱりね、やったあかんこと、規約を守らへんから言ったりはやっぱやったら消されちゃうけどもね、規約の中でやっててね、ちゃんと許可を取ってできるっていうことさえ確認してたらね、怖いものもなんもないのね。今までね、本当にあーちゃんが一人で行くときはちゃんとアポ取ったりはしてたけど、その一緒に行ってくれる人が取らずにやってくれる人が、そこはちょっと怖いところやねんけどもね、まあ許可さえ取っといてくれたら少々ね、その場で OK 出たことやってたら何も言われることもないしね。
ね、だから最近ちょっとね、お店の中でね関わる人にはモザイク入れるようにしてる、ね、自分でマスクしてる人は別に写しちゃってもいいでしょ、自分で顔隠してんねんからその考えで、ね、やってんねんけどもね。で外におる人、街中の人たちはあっちゃんは景色やと思ってるから別に景色はいいねん。お店の中はそのお店の持ち物やから、お店の中のルールに従わなあかんから迷惑かけちゃダメやなっていうのもあってね。なんか結局クレームはそこのお店に行っちゃうからさ、だからそこは配慮してね、お互いね、イーブンの立場でお店にねご飯のお金払って、空間時間のお金を払って、その時間ご飯代だけでね、例えば、1000円のランチで1000円やからご飯が1000円じゃない、その椅子に座って椅子でリラックスして楽しく食べるっていう権利まで払ってるとはちょっと思ってね。だからその料金の中にはカメラで撮影させてもらう許可を得たらね、撮影させてもらうっていう許可も全て含めてると思うね。例えばお店がねランチ1000円で椅子に座るの500円、カメラ撮るのに1000円ちょうだいって言ったら払って、同等の価値があると思ったらあちゃんも払うしね。そうじゃなく1000円でカメラ撮らせていいよって言われて請求される金額まで払え、あっちゃんもそれでお互いに契約は全うしてると思うね、うん、なんかそんな感じでねやってるからね、今本当に楽、こんな楽に生きてていいのかなっていうぐらい楽。それもこれも反省、頑張って生きてきたからちゃうかなって、自分も褒めてあげたいなって思うよ、うん、だからねこれからもねあっちゃんのやりたいこと全力でやっていって、その魅力に気づいてくれた人だけが視聴者さんで残ってくれたらいい。だからもう今までみたいにがむしゃらに人数増やそうとかもう考えるのやめたよ。今やっぱ楽しいし、この状態で楽しめて、この状態を見て応援してくれる人と一緒にやっていく、それだけでいい。もちろん増えたら嬉しいよ、再生、登録増えたら嬉しいし、モチベ上がるし、コメント増えたら嬉しいし、モチベ上がる、いいね増えたらモチベ上がる、そして収益増えたら嬉しいよね、やりたいこと増えるよね。結局お金って何かって、あっちゃんの中では生きていく上で楽しいことをする便利ツールやと思ってね。食うためにあっちゃんは仕事してない、ちゃんと仕事しとったら食えるでしょ、当たり前でしょっていう生き方してる。その中で余ったお金で楽しく過ごすんやったら楽しく過ごしたらいいじゃんって思うだけのことであってね。だからあっちゃんはもうがむしゃらに仕事するのはやめた、楽しいよ生きんの。でもみんなはね、まだあっちゃんより若い人が多いから、若い人はがむしゃらに働いて頑張ってください。残りの半生自分でリタイアのタイミングを決めて、決めたタイミングでリタイアしてください。大いに楽しんでください。であっちゃんや年上の人でまだ頑張ってる人はタイムを決めて、いつまで頑張るって決めて頑張ってください。でも若い時にサボっちゃったらどうしてもロスタイムが後からやってくる。だから他人とか他のこと妬んだり他の人に関わったりしてる人はそれだけ今のね頑張らないとあかんとこサボってんねんから、ちゃんとしっぺ返しくるから、ね、ある程度年いって、うん、死ぬまで元気で働くなんかも分からへん。それは自業自得やとあっちゃんは思う、うん、言い方さ悪いけどね。でもそうじゃなくやっぱり他のことでいろいろ関わってやらないことも出てくる。それも自分のカルマなんよね。前世でやり残したことを今 やらないといけない。だからある程度年いっても頑張らない人も出てくると思う。でもねあっちゃんもこうやってダラダラしてるんで、頑張ってるとこでは頑張ってんねんで、表に見せてないけどね。だからこうやってお酒を飲んでふわふわってして楽しく寝る、こういう楽しい生き方をしましょうみんなねっていう感じで、みんなで楽しく生きるのが一番やったと思います。だって笑顔が一番ね。もう腹立って人のことぐじゅぐじゅ言うとっても笑顔で笑ってても同じ時間しか流れてないんだから、同じ時間笑ってるから絶対楽しいしとくよ、やっちゃんはそう思います。ということで今日はねもう酒なくなったしね、寝ます。おやすみ、ね、バイバイ、明日またお会いしましょう。